原生動物とは単細胞生物のうち生態が動物的なもの。原虫とも。歴史的には生物を動物と植物に分けていた頃に使われた分類群であり、動物のうち単細胞のものと定義されていた。実際は雑多な生物の集まりであり、系統学的に妥当なグループに修正する試みもされたが、現在ではどの意味でも 分類群としては使われず、大まかな総称として、伝統的なグループを表すのに使われている。もともと、動物界の一門、原生動物門として扱われてきた。1858年、リチャード・オーウェンは、原生動物を独立会、原生動物界に引き上げた。1860年、ジョン・ホッグは、原生動物と、原生植物の違いは、あまりないとして、 それらを、プリミジーナ向かいにまとめた。1866年、エルンスト・ヘッケルはそのグループに、原生生物プロチスタ界と命名した。伝統的には、が置かれてきた。ペンモウムシズナとネアシムシズナをまとめてあり、ムチ肉質ムシズナなどとした、ものもある。ホウシムシズナは後に細分された。これらのほとんどは、現在では、いくつもの境に分散して分類されている。 弁毛虫類には光合成能のあるものも含まれており、これを植物性弁毛虫と称していた。したがってそこには実質的にほとんどすべての藻類にまたがるものが含まれていたことになる。同様に今では専門虫類以外の分類群はいずれも多系統であると考えられている。生物の分類を参照のこと。もはや存在しない。 分類群ではあるが、全体を見渡す意味はあると思われるので、簡単に記しておく。原生動物という分類が無意味であると考えられるようになってから、新たなグループを原生動物と再定義する試みがなされた。しかしいずれも長く広く使われることはなかった。百九十三年、キャバリエスミスは、ミトコンドリアを持つ、深核生物であるメタカリオタのうち、 単系統と思われた動物、植物、真菌、クロミスタを除いた残りの側系統を原生動物と定義し、8解説を唱えた。なお、残りの3回はアーケゾア、新生細菌、古細菌である。彼の原生動物は、クロミスタという大きなグループが含まれないものの、進化した生物を除いた残りというコンセプトは、従来の原生生物に近い。 1998年には、キャバリエ・スミスは、ミトコンドリアのない深核生物であるアーケゾアを、原生動物に加えた。当初は、原生動物は、アーケゾアアカイとネオゾアアカイに分けられていたが、次第に、アーケゾアというグループ分けは、無意味ということになり、別の分類をするようになった。キャバリエ・スミス、キングダム・プロトゾアイッツ18ファイラ。 マイクロバイオロジカルレビューズ57、953から994、http://mmr.asm.org/.cgi/.reprint/.57/.4/.953 b。ありがとうございます。